が想定してるのはその想定でどんなものが来るのかだし、で、あのね、ヨウ君とかあのに作ったらどうなるんだろうっていうのもあるだろうから、これいろんなパターンがあって今日 の, あのこのあれは叱るべきなんじゃないかっていうか、でフローモアはこうなるし、ヨウ君だったらこうなるしみたいな、そんな感じなんじゃないかなっていうイメージ。何がいい？私青リンゴがいい。作曲魂が。引き寄せられるように地下に足を運んだ。違う。なんかいい質問です。はい、質問。ドラムの人は作らないんですか？ドラムで、ドラムで曲を作る。どこに暮れる毎日に一つ見つけたライブバー。あれ立ってる。引き寄せられるように地下に足を運んだ。黒い地区の扉を開けて見たら鳴り響いてた。果実のドアメ私朝まで行ったのに山野さんとここで会うはずではなかったんです。だって私10時半舞台ですよ。なんか、みんな帰ってんのになんかなんでいい。なんでだよ、ふざけんな。さっき置いてあったここ3個3全部。何さげるんだよ。どうぞよろしくお願いします。だからこれをね、だからどういうふうに。あ、こんちゃんさん、ねねちゃんさん、おはようございます。おはこんばんちは。おはようございます。ビールください、This program brought to you by ビールください。ミズミズビールね。ちょっと待って、油断すると、ちょっと待ってよみんな、油断するともう1時間半でまたネクストが来ちゃうよ。油断してると刺さるや。お、ありがとうございます。胸の鐘の音を鳴らしていこうぜ。高松さんの声。あ、カズくん、カズくん起きた、カズくん起きた。やってるよ、やってるよ。そうか、今の直前のやつをカズくんは見てないのか。ちょっと待って、高松さんの声大丈夫ですかって。僕声おかしくなってる。え、僕声おかしくなってますか。ちょっと待って。高松さん、はい、え、もう別にわかん、あ、うん。ビールください別に、あれえ、ちょっとあの試しにビールくださいやってもらっても。オーケー、チュニーちゃん、ブルーグルさん、ブルーグルさん、ブルーグルさん、こだましたね。カズくん寝た。全然このぐらいの時間全然へっちゃら。いや全然平気ね。いや全然平気。松尾よ、あれ福山らしいですよ。福山雅治。待って、敦子さんが知らなかったってやばくない。知らなかったって。マジで何十年知らなかった。気づいてなかったの。マジか、マジか。強すぎ。え、何回も僕チーニーちゃんって言ってんじゃん。チーニーちゃんはチーニーちゃんって言わない。そうか、
厳密に言えばナイツのモノマネだからね。やばいやばい、このくだりで初めてクを一桁になったんだ。つい満を持して満を持したね。はいはい、もし死んで長になって、無限大な。なんで？ご機嫌な蝶になって。ご機嫌。ご機嫌ご機嫌。すごいね。これがね、ロック時代だね。ロック時代って言った今。6時になってるよ、もうみんな6時だよ、ね、もう6時だよ。6時代って言ったよね、今6時代だよ。いや、ロックすんの。お君は聞かない。あ、それポップやん、それポップやん、それとくポップやん、ロックじゃないやん。え、じゃあなんかロックロック、感染感覚トリム、おうおうおう、サムライハートやろうぜ。お、いいじゃん、サムライハート。 Hey hey ドカオワのスマブジャバリキ。誰かいませんか。いいね。 Hey hey サムライクイットホットね。そうそうそう、ダメだ、サムライハー、スパイエアってこと、はい、そう、スパイエア。俺はもう名古屋だからな。どかうわん、そういうスパイエア。もうだんだんみんなさ、他の人が、うん、ボケたネタ拾わなく、うん、サムライハードって聞くと、鎧伝サムライトルーパーになっちゃう。なんだそりゃ。でしょでしょでしょ、ユージさんもでしょ。なんだそりゃ。劣化の量ですから。ジェネット心はサムライ、サムライトルーパーミュータントタートルズじゃないの。ミュータントタートルズじゃない。違うそうじゃん。全然ちゃうよ。バトンタッチで、なんかすごい匂いしない。うん、なんかなんかすげえ匂いする。からなんか 甘めの匂いしない。なんかえ、唐揚げみたいになんか物が焦げてる匂いするけど。いや、そんな漂うか。カラメルみたいな匂いしない。え、なんか、あ、ほんとだ、なんか焦げてません？大丈夫ですか？え、大丈夫、なんか焦げてる。なんかすげえ匂いするんですけど。カラメルみたいな。ね、確かにカラメルみたいな。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます、お疲れ様です。ありがとうございます。フロモア、フロモアでしたね。ヒェイヒェイヒェイ、フロモアヒェイ、DJ コー。ね、まさかの6時までの。ありがとうございます、本当。いきますよ、いきますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。熱感美味しかったな。たくまさん、最初の1行の C マイナーなしで。なしで、OK。 DJ コーです。 DJ コーです。イジドゥダンス。じゃあ、ナオトカウントください。疲れてる。やりきんな。君だけを見ている。止めどね。やるよ。どかうわの空でさばりきってないんだろう。わざとこぼすサイン見逃す。
プさん。ちょっと待って、上がる。のっぺりとしたベイバイデイ、全く今日も同じだろう。溶け込めない人になれない街、あんと波に立ち止まり、振り返り確かめた足跡、前よりほんの少しは歩けてるかも。すれ違った街のガラスに寂しげに映った自分、ムカつくんだそんな自分も、無関心な世界。生きられないだろう、ハート吸っててまで溶け込めない。 Hey Hey 諦める理由はいらない、君だって踏ん張ってこの街で生きてゆくんだ。 Hey Hey 答えて誰かいませんか、ずっと探しても答えないから。 Hey Hey 僕だけが僕を作るんだ、泣いたって笑っていくんだって、愛して生きてゆこう。早い。Hey Hey サムライド。泣いたって笑っていくんだって、愛して生きてゆこう。たったるらたったりは Hey Hey サムライド。Yeah! いい感じで終わったね。ロックだったね。ロックだったね。ロックだね。愛だね。お、ラブだね。ラブだね。え、愛に違う。愛に違う。どうした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 。ああ、なんか呼吸さ苦しくない？苦しいよこれ。なんか換気する換気するか。換気しましょうか。だからさ、あのグサンドナダ君で一回またあの例のやつやってきてもらって。そうそうそう。ボリボリすな。アメちゃんボリボリすな。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 お、すな。ペペレケペペレケペペレケねんちゃん。そうだよ。あれなんだろうな、あのなんかの時に一回この店でドア開けて明るっていう時が明るくなりって違う違う、それじゃなくて、それじゃなくて、夢の話とかではなく、あの違う違う、あのね、向こうの店からこっちの店にピアノ持ってくるタイミングでそんな日があった気がして。あ、もう暗、電気消えてんだ。プレテンだね。ゆうこママかな、おはようございますって。あ、ゆうこさん起きた。おはようございます。おはようございます。全然ね、全然平気ですよ。もうむしろね、今あの絶好調のタイミングでございます、ね、今のね、耳だ、耳だ。
深夜帯がすげえ良かったですね。面白かったよね。え？ウィンストン？ちょっと待って、みんな大丈夫？今からね、もうちょっとしたらまた。バカにしないでよ。そっちのせいよ。ちょっと待って。プレイバック、プレイバック。今の言葉。ちょ待ってよ。プレイバック。プレイバック。ベベベベ。坊や。坊や。足元を。そっち。なんで餃子に戻ってんじゃんそれ。昔話じゃないの。坊や。あ、なるほど。ピアス見つかったって。っ見つかったってピアス。ああ、よかったよかった。見つかった見つかった。よかったですね。すいませんでした。お役に立てなくて本当申し訳ない。いや、グッサンの努力があってからこそだと思う。そうそう、うん、もう一回探そうってなったのはグッサンの声かもよ。なるほど。もうなんならもう一回探してくればいいじゃん。見つかったのね。何を探してまた行く。自分探しな。お、グッサンありがとうでしたって。いやいや、こちらこそ楽しい時間そういうとこでね、ちょこちょこ新士官出していくんですよね。ちょこ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 バイク置く。うんちょこちょこちょこ。サンライズ久々サンライズ。マンモスレピ。久々サンライズじゃん。何で言ってんの？私普通のオレンジジュースいただけませんか？テキーラサンライズマンモスレピ。あ、グレナデは大丈夫。ああ、入れていただいていいですか？入れんの？あの気持ちグレナデオレンジ。気持ちサンライズでいきます。ウォッカーは大好きです。ん？でもウォッカーはメグちゃんのこと嫌いだよ。大丈夫、今さ、あの7時半までの間にまたさ、はい、あの僕らの感じだったから。なんか鳴ってる。え、なアラームだ。もう時間、起きる時間だよ。あ、大丈夫か、おい、大丈夫か、おい。おー、おはようございます。パワーワップ。あ、もう一回やる。もう一回な。ロックだね。ロックだね。パワフル魂。うちらひろみちお兄さんだったよね。あ、そう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 。ひろみちお兄さんの踊り覚えてないんだけど。え、グッサンもそうなの？ひろみちお兄さんだよ、俺も。なんだっけな。え、グッサンひろみちお兄さんなの？グッサンひろみちお兄さんなの？やば。ひろみちお兄さんだよ。ひろみちお兄さんって。ひろみちお兄さんって。気持ちサンライズ。おお。元気になった。オーケー。いや、サンライこれテキーラ入ってんじゃね。じゃあ最初から入れときゃ元気になる。すげえ高い声入れたね。元気になった。アム太郎なの。たったかーめぐちゃんってなんかハム太郎なの。え、ちょっと待って、ちょっと待って、僕この24時間を動画あの編集するそうですね。シラフで見る時期が来る。これ痛いよ、私ねえ、黒柳？黒柳？戻ってきた？じゃあ今度ゲスト探しますな。まあ、元の夢だね。よろしくお願いします。あと何？あ、女優やってんの？あんた。女優？女優やってんの？あんたね。私女優じゃないです。あ、そうなの？はい。私、今日お開きにしましょう。今日お開きにしましょう。わかりました。口を慎みなさい。あ、ま、待ってな。あんた、口を慎みなさい。もう笑ってもうてるやんけ。そんなさ、いくらさ、黒柳さんだとしてもさ、そんな言い方はさ、許せんな。お許せんな。黒柳さん許せんな。レインボーブリッジ閉鎖できません。最後ほどどんどん畳みかけだよ。畳みかけやりたい放題。やりたい放題の音たちずっと、ずっと同じことしてる。もうループしてるよ。やばい、マジで同じことしか言ってんやばい。ちょっと待って、みんなさ、ちょっと待って、大人なんだからさ。プレイバック、プレイバック。ねえ、ちょっとビールください。止めろが、止めろが。ねえ、ちょっとビールください。ちょっと待ってと言われたって。それやる？プレイバック。お、でもなんかこの間高松さんなんか速さ違ったよね。それなんだっけ。ファンファーレ。俺のむっちゃ速かった。俺の速かったよね、これね。ゲボ速かった。5分だけでもいい。いいね。誰がシュシュつけんだこれ。シュ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 トレインね。お
ファンファンフィリアステップステップ同じ風の中 We go We love やばいな。ザ・流星えいお次次チャンチャンチャンチャララン、タンタンタララ。あ、すいません、ありがとうございます。カンナムスタイル。カンナムスタイル。高校生かって話やん。高校生高校生って何年前高校生だった？何年前の？22歳になったから、最後18歳ってことでしょ？言って4年前ぐらい。マジで？ああそんな感じ。じゃあ私たち4年前高校生だったんだよ。まあそうでしょうね。まあ僕も赤ちゃんですからね。出たんだ。それはない。僕に至っては生まれてないよ。なんて言った？いや俺この大きさで生まれてきたよ。本当。母親破裂してるんだけど。140なんだけど。もうダメだ。私その話が聞けない子になっちゃった。僕の想定だとこれくらいが3時台ぐらいな気持ちだったんですよ。ああ確かに。こんな感じが3時台だと思って。言ったじゃん。4時5時あたりだってやばいのは。6時になっちゃったけど。ぶっ倒れるのがでしょ。このあれが3時台ぐらいで4時5時はもっと、あのひどいことになってると思ってたら、はいはい、全然みんな元気じゃん。全然大丈夫。みんなタフネスあるんだな。そうか。元気と言ってるのは違うのか。元気ですよ。イエス。オッケー。君の元元元気だぞ。人参さん、さくらんぼさん、しいたけさん、いいですね。穴の開いたれんこんさん、よっ、yeah. いいね。さくらいさんね。おお穴の開いたさくらいさんね。欠落商品じゃねえか。どの辺が気になる。いや、ちょっとそこかよ、しかも。お違う、だからあのね、はい、そろそろ整えていかないと。あの足玉の来たあのねあ、もうダメかこれあのさ、あのさ、お風呂洗って体こうやって体こうやって洗っててさ、こうなんか首から順番に洗ってくじゃん。でなんか疲れてるとさ、足のさ先ちょっと洗うの忘れるじゃん。あ、足がまだだよって、足がまだだよってなるんだよ。なんちゃって足がまだだよって言うんだよ、これ。みんなみんな、高松さんの話聞こう。ああ、そうね。なんかさっきから話したがってるよ、うん、今こうやって後ろのポケットに手入れたらボタン、はい、ポケットを叩くとビスケットの、いや、聞く気ねえじゃん。聞く気ないじゃん。すいません、すいません。すまんねえ。ついね、もうなんか脊髄が話してる。え、で、ポケットがどうしたんですか。脊髄聞く気ないじゃん。だからちょっとやめろって。ポケットがどうしたんですか。ポケットの恋それと You wanna be my friend ありたけのそこかよ、しかもそこに戻るのかよ。それでポケットがどうしたんですか。もうない、ポケットないな。ポケットがどうしたんですか。そしたらボタン取れちゃった。すいません。うわー、待って、引き伸ばした割に。そう、違う違う、それが話したかったこと。ボタン取れたの結構面白いエピソードだと思うんだけど、今のね、前のハードルが高すぎるんだよ、もうみんな僕らがやりすぎて。おーすげえよ、もうハードル高えよ、もうだったなぁ。お、赤字の歌に現実もない。寝不足ではない。寝不足だ。寝不足じゃないよ。みんな、寝たかい。もうダメだ、私死のう。そんな頑張って謝るなよ。びっくりした。生きろ、そなた美しい。おお、黙れ、こう。マイク落とさないで。マイクが今いきなり。マイクは大好き。お、来た。あかん、切れたもん。マイクいきなり落ちてる。いきなりだったけど。インクモンスターじゃん。これちょっと、高松さん。インクモンスターさん。あとで、ちょっとこれ、YouTube で見てください。マジでマイクが今勝手に落ちたの。今ね、なるほどね。びっくりしちゃった。モンスターのせいね。モンスターズインクね、モンスター。おー、モンスター練習タイムする。リベンジやる。リベンジする。やる。きついけどモンスター練習タイムする。原曲兄さんが気分を覚えるよ。ヨウ君するならやるよ。ヨウ君ってヨウやるって名前はダメでしょ。え、どうする。みんなでこうやって聞いて。そう、聞いて。ここで流してさ。
あ、でも YouTube にあれだからダメなんじゃない、そう、曲、あ、ここでスピーカーに流れちゃうとまずい、ジャニーズだしな、そこで大きくはダメかもしれないけど、ジャニーズだしな、てか、今、ちょっと待って、僕、学習力、能力あんのかな、今の僕、ああ、覚えるか、あ、そうか、もうそうだ、高松さんダメだ、もうそうだ、もうそうだ、いきなりダメ扱いこのままみんな、ね、多分あのなんかあの曲やろうって言って弾けるけど、多分あの記憶力もうゼロだから僕今多分全部覚えてないと思う。おーおーっつって、おーおーん、じゃあやめよ、やってみるって言ってもあるんじゃない、どうせだってもう喋ってるだけでも事故だもん。まあ確かにな、確かに、なるほど、え、ちょっと待った、逆にあの今1時間多分あるんだけど、はい、次の方来るまで、はい、え、ヨウ君歌う曲がないっていう話をしてるの？え、それは、え、そんなことないですよ、そんなことないでしょ、ヨウ君だってもうほっとけばずっと歌ようって言ってたじゃん、そう、そうする、もう僕歌います、僕歌います、僕歌います、めちゃくちゃや、もうヨウ君から1曲ずつ歌って、オーケー、いきましょう、そうじゃん、1時間あるんだから1周できるやつじゃん、皆さんお待たせしました、やってください、そっか、一周か、あんね、こんだけやっぱ騒いでて人数減るんかと思ったら、わーい、ね、あのね、今ね、10人見てくださってる、すごい、この時間だよ、10人の10人がね、イエーイ、ね、私たちが言えることじゃないんだけど、瞳の10人、瞳の10人じゃないの、お、瞳の10人やるか、うつらを生きれない、受けなか、俺の真剣なラルハイドよ、ハイド長いよな、あれそう長いか、ハニーにする、お、ハニーにしよう、君愛は二人を傷つけるビクロンサイラー、せめてお前歌詞は直歌詞は直してこいお前なんで毎回そこに行く、あ、待って待って、あとね2分半で変わるんで、あ、そうか、じゃあそれめで、ちょっと結構回しましょうかなんで奈々くんラルクをいつもグレーに変換するの、いや、もうネタになってんすよこれ味を占めた、うん、ガンガン使ってきたなんもだろう、あ、うーん、あ、いかん、もう俺ギャグの質が上がってるのか、眠くて笑いの沸点が下がってるのか、多分後者でしょう、後者だと思います、後者ですね、いや、両方でしょう、いや、だって24時間やるっていう時点でもうそれはみんなね、もう想定の範囲内でしょ、そうですよ、ね、むしろ頑張りましたよね、むしろ頑張ってますよ、もうむしろもう頑張れルーヤ、取り戻せない、もう頑張れルーヤ、頑張れルーヤ、え、それがあれだっけ、お前らのやり方だっけ、違う、これじゃない、小雪の方で頑張れるやん、小雪の方で、まあ、そう、合ってるけど違うだろう、合ってるけどね、片側だけじゃない、え、何やんの、ハニーしましょう、おぉ、絶対デン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 、この頃流行りの女の子、ポンポデデデレデレ、お、暫定、残酷な神話になれ、ボタボタじゃんじゃん、ディ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 レテテテレテレ、お、新宿のものまねできるよ、できんの、え、それは聞きたいな、ちょっと待って、ビジ落とすから、はい、あの、玄道が、はいはい、あのエヴァに乗る新人、はいはい、嫌だよ、はいはい、父さんも僕必死なんじゃなかったろ、これだなんで、あ、なんで奈々くん1個前ない、いつも、え、逃げちゃダメだの1個前のやつでしょ、それ、いや、そう、あ、そう、そうっすそうね、名言は持ってこないんでしょ、あ、なるほど、1個前を言ったから、ね、松尾もアムロでできるでしょ、だって、え、松尾アムロぶったね、おげじにも殴られたことないのに、だでも微妙にうまいから部活を似てるっちゃ結構似てんだよね、もう微妙に似てるから僕とどっちが似てるんですか、え、ちょアムロ対決、ナナ君アムロブライトさんはなんで戦ってるんですか、僕そのシーン知らないんだよな、